11月1日の追加カードからノーマル新練習たちを紹介するよ。計略はシリーズ伝統の 1.5 コス、武力5、重地力、地区4のテックや日輪の大車輪戦法。今シリーズではゲージ0消費でも武力プラス4、ゲージ3消費時の車輪ダメージ上昇値を高め、ゲージ3消費で武力プラス7と大きめの車輪ダメージ上昇するんやけど、この車輪ダメージの増加が半端なく、この試合中盤を見てくれればヤバさが伝わると思うよ。私を侮ると死ぬことになりますよ。旧作三国志大戦3で悪さをしたことのある血気超人のようなゲージガメマフィア。今作はゼロ消費でも武力プラス4の高めの性能で登場したよ。撃て！一の方、回り回るロンドを聞け。眷属どもよ、立ち上がれ。の迎えか。俺を超えるか。強い命。こんな感じで自身より武力が上の相手にもごっそり削るほどのダメージ。己を磨け。
だまだです。幻だ。ドカンとぶちかましてやっか。新勢力の子はノーマルカードにまともな号令があるから、ノーマルダンで組みにくい紫よりやりやすい印象かな。ハッチスカはゲージ3消費で式4ブルプラス5の神経、つまりところ自分を含む広報陣になります。見ろ肩。回り回るロンドを聞け。撃て。これを超えるか。強い命だ。では発動。三の肩。前期解放。撃て。今バージョンから装備効果ができたから年末時に同じ装備効果だが、同じ奥義の確率が高まるし、対局の決死が試合では大見温存したいけど、この時は黒田長政のゲージ3消費時の速度上昇を確認する目的でしよう。消えろ消えろ己ゴミ人間で。眠くなっちまったな。消えろ夜や者ども。はあ、天なり神よ感謝します。ご視聴ありがとうございました。